ついに最後のメモリーのアナライゼーションが終わった。はいはい、もったいぶってないでさっさと見せてくれる？これは。そこまでだ。ミートしたことがうかつ。多くの民が私を信じ待ってくれている。これが最後の機会。大丈夫ですよ姫様、知恵の泉ならば必ずやうまくいくはずです。行ってまいります。お父様。さて、グーダニアの持ち場はっと。ありゃまさか。どうしてもう厄災が。どうやら先手を打たれちまったらしいね。これはまずいんじゃないの。ハイラル城が厄災の手に落ちたってことは。いや、急な展開、ハイラル城からの脱出、黒ボクいっぱいおる。というわけで、どうも、ネクロスです。さあね、今回も厄災の奥白くやっていきましょう。お父さんまだ本丸にいらっしゃるはず。早く脱出に行かなければ。姫様、ここはもう危険です。あ、モリック、姫様絶対に守りますよ。いや、黒森ちゃんがいる。もうリンクしか操作キャラがいないわ。まあ、それ以外のキャラはね、いろんな場所行ってるから、各地守ってくれてるはずなんでね。もうそう信じよう、守ってくれてると。まあそう信じて、ブレス・オブ・ザ・ワイルドの世界では残念ながらね、カース・ガノンに全英傑は殺され、大厄災がね起きてハイラル城が滅んだけど、厄災の目視力ではそうならないように未来から来たガーディアンの力使って未来変えていこう。てかにしても多いな、これ白銀とかも湧くんじゃない。ガーディアン、これまずいね。そうなるか。ただマスターソードはガーディアンの近くだと剣が光るのよね、原作では。今作は知らない、厄災の目視力は分からないけど、近く行ってみよう。あ、光って光ってる。今作もマスターソード光るっぽいんだよ。いたやめて。今 OK、 ここラッシュ取れるんで。あー、すごい、マスターソードだとすごいガーディアン楽に倒せる。意外と弱くなってるね今のね。足攻撃もラッシュ取れるけど、あ、で、これもパリできるよね、タイミングよく。お、後ろからやめろ。あっし、へぇ、たくさんすぎー。これ削れる？オッケー、ナイス。もうこれで終わるっしょ。まあ、スマッシュしてもよかったけど。いや、火力がやべえ。マスターソードだったら火力がやべえな。あー、またガーディアンか。私も務めを果たします。いけるのかい？
でもゼルダその服装で勝てるのかな。だからもうこっから必殺技でさどんぐらい削れる。あ、おかしい火力おかしい、火力が頭おかしい。ここ本丸じゃない、ハイラルを戦ってるかな。お父様は、お父様どこに行かれたんかい。強い。まあマスターソードがないとちょっとガーデンは厳しいかもね。味方がガーデンに襲われています。こちらも助けなくては。ここは二の丸とかかな。さあ縦パリやっていきたいけど、あーいやーもうちょっと早くか、タイミングがいまいちつかめねえね。今ラッシュ、うん取れなかった。さあこれは飛ぶ、あ飛ぶのキャンセル、マジか。飛んだらラッシュ取れるんですけれども、しっかりビタックで止めていって、はいはい突っ込め。オッケー、これでガーディアンは終わりかな。おかっこいいね、かっこいいラストキル、ナイス。ガーディアンさんどんだけ出てくるの、呪われてるこれ。あー汚染されてるわ、ガーディアンたちが現れた。大すぎ大すぎ。これは2人まとめて必殺技やっていこう。 OK。 お父様の行方はご存知ありませんか。戦ってるとかないよな。王はすでに隠し通路から脱出されました。実は我々はこの混乱で皆と隠れてしまい、では私たちも隠し通路から脱出しましょう。お父様は無事でよかった、まあ、王はね生きてないとダメなんで隠し通路へ向かう。隠し通路から、おおすげえ、城の中にまでガーディアンが。あコログちゃん、この辺のマップさ、うわめっちゃいるね。これブレスト・オブ・ザ・ワイルドのところにあるよね。ここから上は図書館なんで、さあここ図書館、あーもう図書館が大切な、図書館が結構、図書館っていう場所ね個人的にすごい好きで、落ち着いて本読めるから好きなのに、図書館に出すのは許せんぞよし、これでガーディアン倒して、あとはんガーディアンを倒すが目的になってるのか。ガーディアンがさらに現れた。さあ今度こそ、今、いや今度は早すぎるか、ちょっとタイミング難しいね。あもう一回チャンス、あ初めていけた、まあまあ削れるか。でウィークポイントが出てくると初めて成功したわ。はーい、ああもう一回で削れた、強っ、縦張り強っ。 OK ミッション成功。あの扉から大広間へ急ぎましょう。こっから王が脱出したらしいけど、上がって、あここって王の秘書なのよ、ここが隠し通路っていうか、ここでね王がね原作だとね王の、あこの辺のロドリーゲットした。原作だとねここで王が日記みたいなの残してて、ゼルダに対する思いとか、こうゼルダに対しては厳しい口調で当たってたけど、実際ハイラルがどう思いながら父親として当たってたのかっていうのはちゃんと書かれてるから、原作では要チェックの場所やね。なコロクさん出てきたわ。ガーディアンこれ動き出してる、船着き場のガーディアンたちが起動した。まずくない、このままで挟めてされる、まさか戻れてくんちゃうやろな。後ろを警戒しながら慎重に進みましょう。ん小型ガーディアンとかで初めての生物が出てきた。あビームが速いけど、なんかたまたまパリ成功していく。小型ガーディアンは初めてやね。でここがあれか、武器がいっぱいあるところか。あすごい階段がつながってるブレス・オブ・ザ・ワイルドだよね、もうここの階段はぶっ潰れてるけど階段がつながってる。でこっち、ここ爆弾よね、これ原作にもあるね、いいね。でこの中にねコログが本来はいるのよね、ここの上にいるのよコログが。あれ見ない、じゃあここ 何の場所やろ、ちょっと上とか見てみる。何もないね、見落としてるかな。 何やここ、そしたらここもあります。でこの奥、あっちの奥にも壁があります。で本家ではこっちにリザルホスがいてて、ここはコログになってるね。
で、反対側にはこの絵の剣とこの絵兵の服がブレイス・オブ・ザ・ワイルドであるが何もなしか。え、白銀来ましたー。てか多すぎ多すぎ。あ、でも白銀ボッコボコ宝石とか落としてくれー、宝石落とせー。この辺もまとめて一掃しよう。ん、何ここ。白髪のライネル、白髪のライネルが来ますか。ようやくって感じだね。真打ち登場といった感じが。で、重心の剣持ってる、欲しいよねえ、それちょうだい。重心の剣、白銀ライネル倒せ。白銀じゃない、白髪ライネル倒せ。まあ行動パターンは一緒だと思うんで多分大丈夫かな。さあ、お前と戦いたかった。できれば金色とか出てきてくれたら嬉しいけど、ここアイスメーカーしてしっかり薬草の目視力に合わせた狩りの仕方していこう。さあ、これで半分か。フレームレートの低下がすごいが、いや怖いな、動きが早い。ここは弓打ってくるのが、でこれが来ると、もうこれしっかり立てて防いでいって、あ、防げないのか、ガードで防げない技とかもあるんやね。それは初めて知ったわ。まあ普通に安全に退避するのがいいかな。よっしゃ、でこれスマッシュして倒せるかな。倒せない。オッケー。あ、ライネルのライネルの死に方もこれまで通りやね。大量のカーディアンが現れた。これはもうこの世界線は終わりかな。真珠がカノンに。そんな、私は民も仲間もお父様も私のせいで。私が今までしてきたことは結局何の役にも。
ことは残っているはずです。行きましょう。